はい、どうも秘密結社フリーダム総帥ハッチーでございます。今回はですね、岐阜金賞、こちらの地方競馬の予想からやっていきたいと思います。まあ、このアップされる今日というかですね、まあ、前日はですね、8月26日は川崎でコロナが出てしまって重症が中止となってしまったということもあって、予想動画上げてないんです、上げることができずに終わってしまったんですけども、まあ、今日はね、今度はね、バリバリでいけますよということで、笠松の重賞、岐阜金賞3歳のね、重賞ですよ。まあ、そんなわけでね、比較的ビッグレースだと思うんですけども、しっかり予想をしていきたいと思います。まあ、というわけでね、予想全体としてはこんな感じになっております。まあ、軸1頭、ひも3点、この4頭がまあ4強と言える感じかなというようなね、こうメンバー構成になっていると思われます。まあ、その中でね、こちら、10番ドラゴンウォリアー、ここをね、軸でいこうかなと思ってます。まあ、笠松への転入初戦は 1400m のレースを圧勝、2戦目でね、ちょっと反動が出たっていうかね、そんな感じで負けてしまったんですけども、まあ、JRA から転入してくる前はですね、JRA の3歳未勝利っていうね、賞金額でいうと、1着賞金がこの岐阜金賞と確か同額、まあ、2着以下の賞金、総賞金の金額でいうと、まあ、岐阜金賞よりね、賞金の高いレースを買ってきた馬です。まあ、なんとかね、この辺ね、もうちょっとね、賞金が上がってくるとね、地方競馬も盛り上がってくる、まあ、逆に言えば馬券の売り上げが上がっていて、そういう方向にね、行ってるというところなんですけども、まあ、一応ね、間隔を空けて距離延長もプラスになるだろうなみたいなところで、これをね、軸に考えてみたいと思っております。まあ、3歳未勝利勝ったのがね、ダート 1800m、 笠松に入ってきて2戦結果を出してるのがダート 1400m ってことで、まあ、1800から2100のレースをよく使ってたことを考えると、まあ、転入直前はね、芝2200を使ったとかね、その辺考えると、まあ、距離延長歓迎じゃないかななんていうふうに思って、ちょっと軸にしてみました。まあ、そしてここからひも3点ですね、タイニーパワー、まあ、金沢遠征 MRO 金賞4着です。まあ、ダービーはニュータウンガールが2着だったんで、それに迫るようなね、いいレースができました。まあ、そうすると伸びしろ考えると、まあ、上り馬で来てるこっちの方がね、逆転まであるかなということで、紐には拾っておきたいと思います。まあ、そしてダルマワンサ、この馬はね、岩手に2ヶ月連続で行ってきました。2回とも2着でしたが、距離延長でどこまでやれるかと、まあ、これも楽しみですね。まあ、そして実質これ2等軸だったら、このニュータウンガールとドラゴンウォリアで行くかなっていうのが、まあ、ダービー馬、まあ、東海公営ではね、無敵というかね、そんな存在です。先月の金沢遠征 MRO 金賞がね、 G1 への出走権をかけたレースみたいな感じだったんで、まあ、相手も強くて、まあ、2着に負けましたが、まあ、今後もね、笠松を引っ張っていく馬であることは間違いないと思います。まあ、ですのでね、こんな感じで、まあ、馬連3点ぐらいでね、ちょっと楽しみたいなと思っております。まあ、今日はね、もう一個北海道でもね、重賞あったりするんで、予想をやっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。